テロップ3分来てしまいました。イエーイ、皆さんどこかどこか分かるかい？空気はうまかったよ。何度も何度も出てたと思うんですけれども、やっぱり一番最初はここだということで、こちら皇居東御苑来ております。イエーイ。なんとですね、この初散歩を祝って白鳥がね、あそこにそういたの。すごくない？毛づくろいしてた。プレイをしておりますそしてですね、まずここに来たのこちら、何だと思いますか？こちら、大手門でございます。はい、はい、こちらはですね、そうなの、あの、皆さん、歴史好きの方はご存知かと思いますが、なんとあの、伊達政宗が建てたと言われる門でございますミステリーハンターっぽい？皇居はいろんな初代御門たちとかがこう石垣とかを作ったりして建てられているところでありますので、はいはい、一人としてね、伊達政宗が門を作ってくれたということで、立派な角ですね素晴らしいです。中に入ってみたいと思います。イエーイお、はい、大手門からずっと登ってきて、この注釈門のあたりまで来ました。はい、この中に入るときはですね、感染対策として、みんなマスクをして入ることになっております。です。で、皆さん行かれる方も必ずマスクをしましょう。うん、では、行ってみたいと思います。ただもうここだけで綺麗じゃない？やばいよね。石垣、美しいんですよ。もうすごく綺麗な、うん、巨大な石垣を見ること。はいはい、ここです。ここですよ。ほれ、ここ、ここ見てください。このこっちの石垣と、うん、こっちの石垣で表面の全然違いますよ、ね、違うの。うわ、綺麗、やばめっちゃ綺麗、すごい。ちょっとボロボロになっている感じ。うんうんうん、これはですね、当時ですね、災害ですとか、戦で結構焼かれてるんですよ。やっぱりそこ門があったの、豪華で石が、割れ目が入ったり、これボロボロになってしているという、うん、すごくない？その激しさですとか、災害の激しさを、ね、石が割れるぐらいの炎ってやばいよね。こんな立派な石垣がこんな風になってしまう。いや、すごい、すごい、ね、わー、生々しいよね。いや、すごいよね。ロマン今日はいいなぁ。こんなボロボロになるってすごくないですか？どんだけ焼いたん？そう、すごくない？じゃあ、まだまだなんか火、当時の火ってどんなもん？火は変わらんと思うけど、なんかすごいですよね。どうやって大砲みたいなやつなのか、こう、はい、弓矢みたいなんでポポポポポポポってしてました。停車だい！ゲーイ！これこれ、めちゃくちゃ巨大ですね、うんうん、これが上まであったらと思うと、もう、うわちょっともう歩いてきちゃって、前髪がやばい。ロマンが暴れますね。でですね、あ、でかい。すごくない？テロップシンプルイズベストでございますね。ほら見て、この大きさがね、ちょっと石垣の大きさに注目していただきたい。下から上にかけての、こんなに大き
きいんですよ、本当に、うん、でですね、ちょっと離れていくとですね、あ、こがちゃんのサイズはね、153ぐらい、でもブーツ履いてるから60ぐらいあるかも。約3段ずつぐらいですかね。大きい石、中ぐらいの石、でちょっと小さい石っていう風に大きさがだん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 変わってるのがすごく綺麗によく。そうなの。すごくない？このバランスを保つためにあったり。美しく、より綺麗にこう練習するためにこういう工夫がなされているというわけなんですね。なんかあった、本実在してたらもうめちゃくちゃ大きい、もうすごい高かったって。美しく思えますよね。すごいな、素晴らしい。ちょっとここでちょっとアナウンスがあるんですけれども、何でしょうか。でそう、あのね、上の方にねすごい模様みたいなのがあるんだけど、これはあえて模様をこう作ったのこうしょ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 っくりと美しさの上にも登ってみてください。はい、では行きましょう。ぜひね、ちょっとこの日はね登れなかったんですけど、皆さん上にぜひ登ってみてください。あ、こういう模様あるじゃん、これわざとこういう模様つけてあるらしいですよ。角とわし角を撮影しようとしているところです。これがサンギ積みですね。わりと新しい目に作られた方で、こっち側見てください。そう、ここがすごいの。こことここでだいぶ時代の差を感じられます。はい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 、歩きながらです、すいません。一番きっとこの石垣を見ていく中で時代の差を感じられる場所だと。後ろからね、チャリンコで警察の方がずっとこうやってついてきてるから全然立ち止まれなかったの。見られると思います。トランシーバーみたいなやつで、この団体難民この門に向かってますみたいな、ずっとどうぞみたいなやられながらずっとこうやって立ち止まれなくて逃走中なの。ここからずっと逃走中なの。ね、これもうちょっと行ったら前からも来るから。そう、大変だったんだから、もうあれもゲームオーバーです。東御苑側から入って、大手門から入って、ぐるーっと回って平川門から出てまいりました。はい。はい、ね、幻のお母さんも。はい、帰るということで、いやちょっとね、急にこの雨になってしまったんですけれども、こう、私ちょっと駆け足でね、でも追われてたからね、ポイントはしっかりとリポートできたと思うので、ちょっとこれをね、スタジオでまた改めてじっくりと見ていきたいと思いますし、まだまだね、見てほしいところがたくさんいっぱいあるんですよ。また別の機会に第2回もやってみたいなって思いますので、とりあえずね、ガー散歩のコーナー、この時は私がなかった。ここもいいよね。いや、ありがとうございました。伝説のガー散歩、幻のガー散歩、いかがでしたでしょうか。いやー、楽しかったんですよ。あんなにもそんと後半ずっとチャチャチャリーンチャチャチャリーンでずっともう登れませんよチャチャチャリーンみたいな来てたんだけど、だからね、ちょっとなかなかちょっとたっぷりはできなかったんだけどね、すごい、でもこれだけでもすごい十分なんか楽しめた映像になってるんじゃないでしょうか。本当にね、さすが編集も素晴らしい。